日本テレビ並びに番組のスポンサーより日本テレビイベントコンパニオンの皆さんにより豪華な花束の贈呈。そのコンパニオンの皆さんもちょっと驚いた表情を隠せないでおります。金髪赤いペイントがスカイウォーカーナイト、そして黒いペイント黒髪がブレイドブッチマスターズであります。いずれもバットマンペイントのようなものを施しております。対するはジョニーニエス口正信組。おっと早くもジョニーエースに使われました。赤いペイントスカイウォーカーナイトの、そして口を捉えているのはブレイドブッチマスターズ。長い腕をビュンビュンビュンと振らせてロープ振った。ハイキックブレイドブッチマスターズ。さあそして今度はナイトロンもまた足技を見せました。大きい大きいザ・ランド・オブ・ジャイアンツであります。30分の1分勝負で争われますタッグマッチ。放送席の解説は竹内浩介さんです。竹内さん大きいですね。やっぱり大きいですね。いやー両選手ともに2メーター13センチ。さあ場内はエースコールです。怒り心頭を早くも激闘しているスカイウォーカー・ナイトロン。ジョニーエースが果敢に攻め込む。スカイウォーカーニュートラルコーナーにジョニーエースを押しやりました。高いアングルからパンチ攻撃、そしてロープに振った。さあどうする。ジョニーエースダイビングボディスです。むやみに大きな手をビュン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 振り回します。スカイウォーカーナイトマン、カナダ出身、カナディアンフットボール CFL の出身であります。このカナディアンフットボールというのはアメリカ NFL、 いわゆるナショナルフットボールに次ぐ大きな巨大組織でありまして、さすがにそういった意味では、筋骨隆々、肉体的な自信すら伺います、このスカイウォーカーナイト。さあジョニーエースが内股の手につないでおります。場内1コールダウン、カウンターのダブルチョップ。さあどうする。1位ジョニーエース組ダブルラリアット。さあ竹内さんどうですか。当たりはですねちょっと浅かったんですけど、やっぱ体ごと持ってきましたからね、はい、さすがに竹内さん元フットボーラーということである程度上半身はしっかりしておりますね。体ごと持っていっただけで袖口になりますね、さあ大力に物を言わせて縁をダウンさせます。そしてブレイドブッチマスターズ黒髪黒のペイントの選手が出てまいりました。ここで合体ですかね。合体プレーだ。巨人の合体ダブルのハイキック。両選手ともに黒のロングタイツ、その太もものあたりで、ソリ選手などのネームが刺繍されております。さあそして合体のこれだ。合体レッグドロップ、いわゆるギロチンドロップ。ザ・ランド・オブ・ジャイアンツブレイドブッチマスターズ、そしてこちらがスカイウォーカー・ナイトロン。いわゆる彼の必殺技と言っていたこのいわゆる合体のデッグドロップ、ギロチンドロップで口を一周。なんという速い勝負。2分34秒、あっという間の出来事でした。